森保ジャパンで残している実績がもはやストライカーな件。田中碧の日本代表でのゴール、 MF ながら26試合で8ゴール、ダブル杯予選敗退目前の豪戦で先制ゴール、ダブル杯本番のスペイン戦で歴史的ゴール、ドイツ戦で追い打ちをかける無慈悲なゴール、史上初の代表元旦試合で先制ゴール、難敵の北朝鮮戦で決勝ゴール。しかも普段遠藤、森田の控えなのにこの結果。ワオは常に森保の上を行く。マジで欲しい時に点取ってくれるんよな。何せ公式戦で先発した時全勝ですものね。スタメンイコール勝ち点3。あと1戦で浅野の代表通算と並ぶね。田中碧はマジでトップレベルのリーグ行くべき。正直、強い相手には必要でない中盤だなぁと思ってるけど、攻めてる時は結構攻撃寄りなので点は取るんだよな。諸刃の剣みたいな感じ。田中碧は確かに出場してる試合では必ず活躍してるイメージがある。絶対的なレギュラーという感じではないのはなぜなんだろう。総合して良い選手は絶対選ばれなければいけない。監督の市場もあるが、アジアカップに呼ばれてなかった事実は忘れない。マジでポテンシャル最高よ。早く移籍するか昇格しなさい。一回ネタでもいいから FW で使ってみてほしいわ。それで大量得点したらマジで笑っちゃう。重要な試合で絶対得点する最強の男。